演歌タイム終わりです。でですね、実は次がラストの曲になります。でしょう。でしょうかね。いろいろとね、あのこういう懐かしい歌はあのいろんな思い出とくっついてきて、あの時ああだったな、こうだったなっていうのを皆さん思い出されるんですよね。うん、だからすごく歌ってる方もだけど、聴いてる方もすごい懐かしくって、口ずさんで、あの時の彼氏がああだったとか、彼女がああだったとかっていう話がね、いろいろ刺激になっていいと思ってるんです。ラストいきます。最後ラストは、声を出してもいいのかな、手を挙げてもいいのかな。大丈夫。あ、すっかり忘れていた、また。あ、事情が。事情が。事情がもう一個。そう、10周年記念で、忍坂深夜風呂敷なるものを作りましてですね、実はそこの後ろの方にあります。今日、それです。ありがとうございます。希望小売価格3000円のところを本日2500円でお届けいたしますので、ぜひご購入いただきたく存じます。風呂敷とあと今日は金運お守りを持ってきているので、私の手作りの金運お守りを買ってください。じゃあラストいきます。